travel, born out retreating. I've longed for this place, longed for this place for so long. 皆さんおはようございます。るりこです。2020年もよろしくお願いいたします。はい、ということで今日は栃木県のバイク神社に行っていきたいと思います。では早速行ってきます。はい、というわけでただいま東京の上の方だったか埼玉の埼玉の方だったかのコンビニにいます。さあということで私は今、栃木県の安住神社のバイク神社に今日はツーリングで向かいます。まずは集合場所の道の駅昭和っていうところを目指して向かっています。このねお守りを新調したいと思います。見てこのコード短すぎてね届かないの。なんかこの間の関西の遠征ツーリング行ったら気がついたらなくなってて、で新しく短めのと思って買ったんだけど全然足りなかった、短すぎた面白いよねこれね、何も使えないはい、道の駅昭和に到着です。はい、到着。はい、いつものタケさんです。忍者のカンさんです。ハーレーのタイチくんです。忍者250のうっちゃんです。アグスタの近くでカテさん見えてます、見えてます。カテさんです。ヨアナさんです。お願いします。美しい。というわけで 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9台でバイク神社に向かいます。おお、9台いるとなんかこんなに多いの久しぶりかもしれない。もうすでに楽しい。今日の友達もインスタグラムの友達の友達の友達みたいな感じですね。はーい。あと10分ぐらいかな、楽しみだな。それにしてもお腹が減ったので屋台がすごく楽しみ。何食べよう。去年はね多分チーズハットグだっけな、あのビヨーンって伸びるやつ、あれ食べたんだよね。あーなんか綺麗だなここの景色。え、ああったあったバイク神社。えっつーかめっちゃ車多いな。ひゃ、バイク止められるのかな。みんなお参りか。おわわわわわわ、到着です。今年は県内に止められませんでした。まずご飯を食べるんですか？焼きそば。焼きそば？お好み焼き。何食べよっかな。いっぱいある。唐揚げですか？私も唐揚げにしよう。チューお願いします。ありがとうございます。でかくね。お好み男子。たけさんはお好み男子？切れますか？あ、お好み男子ですね。はい、よくできました。
だった。え、どこに書いてあるんですか。やばいやばい。ふーちゃん今日でした。1年間ありがとう。どうしよう。これ私の写真。自分が可愛い。可愛い。可愛い。私はピンクにしました。どうぞ。今日がです。ふーちゃんのお守り、おでこが広いです。おでこ広。可愛いね、でもね。はい、ではバイク神社を出まして、これから、お昼ご飯の方に向かいたいと思います。いやー、すごかったな、バイク神社。去年あんな混んでたかなってぐらい人で盛り上がってましたね。あー、ここ綺麗だな。ここ何なんだろう、桜とか咲くのかな。綺麗な並木道。あのバイク神社の前でさ、よくバイク並べて写真撮ってる方いるんですけど、あれ一回やってみたいんですよね。いつも来るのがお正月にしか来ないから絶対撮れないんですよね。いつか撮ってみたいな。あと浜松のバイク神社にも行ってみたい。わしの影が入っとるんで、みんなバイクを並べて記念撮影をしております。撮る人を撮る人を撮る。お昼ご飯食べていきます。ありがとうございます。似合いますね、この場所が。あ、すごい。みんなご飯食べ終わってバイク観覧をしております。なんか変な人いる。そうやってね、バイク乗りの人たちとお話できるのもバイクのいいとこですよね。さあ、これから帰っていきたいと思います。さあ、もう真っ暗になってしまいました。みんなで喋ってたら真っ暗です。これから集合場所だった道の駅昭和に戻って、そこで解散します。とても良いお店でした。なんかツーリング来ると大体ハンバーガー食べちゃう。もう夕飯はいらないかな。いや、ほんと真っ暗だな。まだ栃木なんですよね。神奈川遠いな。いや、気をつけて帰ろう。さあ、みんなとはここでお別れです。バイバイ。一日ありがとうございました。バイバイ。あ、私も行かなきゃ。バイバイ。バイバイ。わー、めっちゃ綺麗。すごい。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。